いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回はこちら無洗米7つ星を1合炊いたので、はいね、食べていきたいと思います。こちらね、およそ12分ほど炊いて、はいね、10分ぐらい今ね蒸らしてる感じになります。はい、本日のねおかずはこちら、居酒屋ふるさとさんの、はいね、マグロのしぐれ煮ってやつですね。はい、こちらねまず開けていきましょう。よいしょ、よしね、こんな感じで、はい、まずねこちらに開けていきましょう。こちらね冷凍されていたやつなんですが、ね、1時間前ぐらいから、はい、解凍してます。はい、よいしょね、すごく美味しそう、美味しいんですよね実はね。はい、こんな感じで一回切っときましょう。はい、ではねちょっとつまみ食いしてみましょうね。いただきます。うん、最高にうまい。うん、はい、ではね、ご飯の方も炊き上がってますんで見ていきましょう。いつもね失敗ばかりなんですが、はい、どうでしょうね、ちょっと上手じゃないでしょうかね。はい、おこげあるかな。あ、おこげはないですね。はい、こんな感じで、はい、ビューティフルね、今まで失敗ばかりだったんですけどもね。はい、ということでね、ちょっと一回もう少しね、蒸らすということにしましょう。でね、こちら今真っ黒くなってるんですが、前回ホッケの焼いた時にねご飯炊飯したんですが、その時にね、まあ、熱々の状態でちょっとねこうやっちゃったもんでね、溶けてしまったということでね、はい、これねなんとかしたいなとは思うんですがね、仕方ないですよねもうね。はい、ではもうお腹空いてきたんで早速ね、はい、わあ最高に上手に今回はねできたかなと思います。はい、ちょっとまた閉めておきましょう。ではいただきます。はいね、うん、うまい。今回は1時間ちょっとちゃんとね、水に浸してましたんで、うん、芯も何もありませんね。うん、やはりねご飯はしっかりこうね水に浸しておいて、うん、こちらでいう売るかしといてね、で炊かないと、うん、ダメだっていうのがね分かりました。今ねちょっとね作業してたんで、作業し終わった後のね、はい、夜食なんでね、めちゃくちゃうまいですよ。うん、こちら居酒屋ふるさとさんのねしぐれに生姜も入っていてね、めっちゃ美味しいですよこれ。うん、はい、うん、うん、当然ね1合なんてあっという間にね食べることはできるんですが、ね、もう全部入れちゃいましょう。はい、ね、ちょっとね熱いんでね、これ多分やけどしちゃうんで手袋してやっていきましょう、ね、皮の手袋していてもねちょっと場合によってはちょっと熱くて持っていられないかもしれませんけども、はいね、ちょっとねもったいないですけども、ちょっとねこれは後できちっとねお米食べますんでスプーンで取ってね。はい、ということでね、おかずの方が量がね、うん、多い感じでご飯がね足りない。うん、それでこのマグロのしぐれ煮がね、なんとね何もパッケージ書いてないんですが、これだけでね、なんと、ね、まあ、今回っていうかね、今時期だけだと思うんですよ、200円。うん、はい、このマグロの他にもねクジラっていうのもありましてね、とてもお安いんでね、お安いんで買ってしまったんですけど、とても美味しくて、
うん、ご飯が進むということでね。うん、はい、めちゃくちゃ美味しいです。うん、いつもふりかけで食べてるんですが、今日はねちょっと働きましたんでは豪華に、ふるさとさんのねマグロのしぐれに食べてます。うん、はい、ね、あっという間にイチゴだから、これ以上食べると本当にお腹がね膨れてちょっと眠くなって、そしてね仕事に支障が出てきますんで、うんね、これ以上は食べない方がいいかなっていうところで、うん、はい、というなわけでね、ご飯今ねもうこれね取るのにちょっとスプーンじゃないとちょっとね取れないっていうのもありますんでね、後でちょっと今スプーン持ってきて食べていきたいと思いますね。今ちょっと小林がいるんで、後で掃除機で吸い取りながらやっていきたいと思います。はい、ということで、ふるさとさんの、はい、マグロのしぐれ煮でね、はい、7つ星ご飯をね炊飯して食べたという動画となりました。以上、ご視聴いただきましてありがとうございました。